はい、皆さんお疲れ様です。乳酸菌大好き、乳酸です。今回は大好きなグレーシャーデーモンができた試合があったので、そちらの思い出動画となっております。それはパッチ前の情報となりますので、ちょっと今環境とはちょっとずれたようなタッグになってるかなとは思います。で、まあ序盤はやっぱりメカを狙っていたりしたので、ソウルブレイカー取ってたら重なって、これ重なるのみたいなことを言いながらやっていました。なんでロックしてるのかっていうと、まあ、ヘブンボンバーをなんか取ろうかなって思ったんですけど、どうしようと思って、でもヘブンボンバーここで取るかなって言って、リッパーだったらロックしてもよかったと思うんですけど、まあ、こんな感じでしたね。で、一回ヘブンボンバー打って、で、先陣のリーチが来たので取っています。で、アイテムはちょっとよさみだなみたいなことを考えながらやっていました。パルスワンドができるので、まあ、なんかパルスワンド持たせたらいい駒とかが来ればいいなみたいなことを考えながらやっていましたね。まあ、そもそもグレーシャーデーモンが今でもできるのかっていう話なんですけど、私はなんかいつでもグレーシャーデーモンやりたいなって思ってて、でもなんかやるとめちゃくちゃ負けたりして悲しい気持ちになるので全然やってなかったんですが、まあ、なんかいい感じで入れたりとか、本当に駒が寄った時とか、あとはなんか決まってる時とかは行ってもいいかなって思っています。で、ちょっと今環境が変わってからは全然できてないので、なんかこの環境でまたできるのかっていうと微妙なところはあると思うんですけど、またあとその多い構成とか流行ってる構成とか見て、まあ、狙えたらグレーシャーデーモンとかやっても楽しいかなとかは思っています。で、今持ってる駒の組み合わせだと、まあ、重なってる駒と、まあ、オリアさんとデーモンを出してるような状態です。で、ここで煉獄のリーチが来たので、煉獄をリーチ取って、まあ、節騎士来てるので節騎士取ってもいいかなみたいなことを考えながらやっていました。で、周りを見て、まあ、ここの時は全然グレーシャーデーモン行こうと思ってなかったので、まあ、どこ行こうかなとか、まあ、先陣引いてるしパルスワンドもあるから、まあ、ディバメとかでもいいかなとか、なんか行けそうなところ狙ってこうみたいなことを考えてやってましたね。まあ、パルスワンドがあるのであんまりビーストは見てなかったですね。で、煉獄の騎士が重なったので出して、で、なんか岩よりもなんかナイトに出してパンダマン出した方がなんかいいかなみたいな、ワンちゃんなんか強い駒引いてくれみたいなこと考えながらやってました。まあ、パンダマンはなんかパンダ引いてきたとしても金策にもなるし、なんか強い駒引けたらいいなみたいな感じでよく使ってますね。そしたらロスが来たんですよね、これ。ロスがだみたいなことを考えて、思いながら叫びながらやってましたね。で、これロスが出すでしょうって思って、でもなんかロスガにテンション上がりすぎて今デーモン消えてるんですよね。煉獄の騎士重なってるからデーモン消えちゃってて、でもロスガがもうスキル打てば煉獄もロスガも強くなるので、いや、もうこれはこれでも強いかもしれんみたいなこと考えながらやってました。これどうしようみたいな、これもう近畿のデーモンハンターと裏切りのデーモンハンも引きたいみたいなこと考えながらやってましたね。いやー、もうロスガの位置ちょっとおかしいんですけど、まあ、今デーモン消えてるので、まあ、一応デーモン駒にもディバインが乗ってますね。まあ、ディバイン乗って強いのかって言われると、まあ、微妙なところはあるんですが。で、ここで近畿のデーモンハンターと裏切りのデーモンハンターが揃ったので、デーモンハンターが出てデーモンシナジーが発動しました。で、ここ重なりもいいので結構強いなって思って、こんな感じでやっています。で、ロスガとかにシャドーブレードとか乗せるのとかよくあるんですけども、まあ、それよりかなんかもうパルスワンド持たせて先打ちさせちゃおうみたいなことを考えながらやってましたね。で、ここからももうグレーシャーつけようかなって思い始めていて、終焉が来たらもうこれはグレーシャーデーモンやりたいし、あ、もうロスガが先に来たらこれはデーモンだよなみたいなことを考えながらやってましたね。それで、まあ、他の構成とかで、
まあ、なんかスキル打たれたら嫌な駒とかの前に近畿置こうかなって思ったら間に合わなくて終わっちゃいました。本当は裏切りのデーモンハンターの前に近畿のデーモンハンターを乗せたかったんですけども無理でしたね。で、今はちょっと利子を欲しかったので占い師は一旦売りっていう感じですね。で、ここでレベル7に上げて、はい、一応ウォリアーさん出してますね。今ちょっと連勝してたので連勝そのまましたかったっていう感じでレベル上げをしちゃいました。まあ、実は私以外にもパンダマン引いてズルしてる方がいらっしゃって、もう先に先制術師引いてる方がいらっしゃるんですけども、まあ、その方と私はもう 5ゴールドコマを引いてズルしてる状態ですね。でなので他の方とかなんで5ゴールドコマ引いてる人こんなにおるみたいなこと思ってそうだなみたいなこと考えながらやってました。まあ、一旦お金を貯めてって感じですね。でアルケミストも一応取って今、まあ、正直使うかどうか分かんなかったんですけど、まあ、ここで今赤尾の飛んだし出しておくよりかはアルケミストと呪術医でボロック出した方が強いなって思って、まあ、こんな感じでやっています。ボロックはデーモンでも溜まるので回復するので結構いいかなと思ってます。で、狼配置ですが、多分狼配置とか考えなくてもいいような気がしますね。で、ここで、利子がちょっと欲しかったので、ヘブンボンバーと、ソウルブレーカーと赤き斧を打って40ゴールドを取っています。まあ、15ラウンドでレベル8に行っていて、さらに40ゴールドあるのちょっとおかしい状況なんですけど、結構いい感じに連勝できてるかと思います。シャドウブレードめっちゃ欲しいので、アイスプレートメールは全然作ってないです。あとは終焉とグレーシャーの強いコマとか入れようかな、みたいなことを考えてやっています。で、グレーシャー4まで出すかっていうと、まぁ、ちょっと微妙なところもあって、グレーシャーよりかウォーロックをつけたいっていうのもあるので、まあ、どうしようかな、みたいなことを考えながらやってました。グレーシャーコマって結構グリムコンボが優秀なものとかも多いので、グリムタッチも入れたいなみたいなことも考えながらやってます。で全然重ならないんですよね。ちょっとレベル8で回したんですけど、ちょっとそのデーモンの集まりはいいんですけど全然リーチになってないのでなんか重ねたいみたいな感じで回したんですけど全然何も来なくて嘆いていました。まあ、一旦ここはストップですかね。まあ、終焉か裏切りのデーモンハンターが重ならないとどうにもならないような強さだったのでちょっと重ねてみたんですが、まあ、よく言えば終焉も重ねたいですね。あ、これ負けちゃったんですよね。これちょっと配置が良くなかったかなとか思いながらやってましたが、いやーここちょっと良くなかったですね。ちょっと反省点があります。でバーサーカーを出して、で先ほども祈祷師じゃなくてバーサーカー出しとけばウォリアーさんも出てたので、まあ、もうちょっと終焉とかロスガとかが生き残れたかなって思ったんですけど、まあ、ここからはしばらく勝てるかなと思ってます。一旦もう一度お金を貯めてレベル9を目指します。まあ、モブ戦とかはこれくらいの強さであれば全然勝てると思うので問題ないかと思いますが、棒が来ないんですね。まあ、ただここ鎧取って鋼にしちゃってもいいかなみたいなこと考えてました。で、グリムタッチは重なったら煉獄の騎士と変えようかなみたいなことを考えてます。
で、ここはウォリアーっぽいところで、まあこれは終焉とかもデーモンが強いので全然勝てますね。結構私デーモンについては狂心的な感じのところがあるので、まあ、本当はそんな強くないけど強いって言ってる部分あるかもしれないので、まあなんかちょっと気をつけてください。いや本当にデーモンの固定ダメージっていうか、その闇のスピリットとかもそうですけど、あの闇のスピリットが強い理由って固定ダメージだと思うんですが、デーモンってもうそのコマ自体にデーモンが消えなければあの固定ダメージがつくのがすごいいいなって思ってめちゃくちゃ好きなんですよね。あと私好きな色紫色なので、デーモンも紫っぽいじゃないですか。なので好きっていうのもありますね。でここのビーストにも全然勝てますね。でこれは迷わず傀儡の仮面です。まあ、この時は結構ディバインが多かったので終焉とかにあのアイテム寄せてもいいですね。でバーサーカーがこの頃は全然まだ弱かったので、占い師の方が優秀かもって思って占い師の方を入れています。占い師はテレポートしてくる人に対しての、まあ、タンクにもなったりしますし、前に置いといても全員にもなるキャラなので採用しました。こっちのビーストには負けちゃいますねちょっと配置があんま良くなかったのもあって、でレベル9に上げて終焉2枚入れしています。でまだここでもグレーシャン4まで伸ばすかちょっと悩んでますね。あここはまだまだ勝てますね。でもう今24ラウンドなんですけど、まあ、終焉そんなに引けてるわけじゃないのに、周りが引いてるわけじゃないのに全然重ならなくて結構焦ってますね。でアルケミストと強行どっちの方がいいかなってちょっと悩んで、でもアルケミストリーチだし、まあ、ここはアルケミスト採用でもいいかなっていうのがあったり、あとウィザード入れてオロ4まで見てたのでどうしようかなみたいなこと思ってちょっと強行を一旦抱えちゃっています。でアルケミストが重なる、裏切りが結構来てたので、これ星さんもしかしていけるやつかなみたいなこと考えながらやっていました。で煉獄の騎士はもうキャノングラニーの方が全然強くなるので一回捨てちゃってますね。あもう捨てちゃってますね。こっちのビーストにはどうしても負けちゃいますね。やっぱ早く終焉が重なってほしいというのと、シャドウブレードが本当に欲しいです。変身術師はいつでも偉いので取っておきます。主演がやっと重なりました。でここでグリムタッチも出してグリム呪術医をちょっと決めようかなって思ってるんですが、ペンギンになっちゃうんですね。でここは勝てましたね。傀儡とパイソンワンド持ってるので、この2つ持ってる裏切りのデーモンハンターって結構私の中で評価が高いので結構明治に対しても強いです。でグリムタッチが重なって、まあ、ここからはちょっとゆっくりめに動こうかなみたいなことを考えながらやっていますね。でここはあとウォリアー級ですね。ウォリアー級は固定ダメージが苦手とするシナジーなので、こちらの構成のデーモンで結構ダメージを与えられて死んでしまっています。で2位の方がもう先制術師2枚引いてますね。で周り見て怖い構成とかを見始めています。で折れた剣とマナの魔力の結晶があるので折れ剣作ろうかなみたいなことも考えながらやっています。で配置分けしてますね。で相手のグリム呪術医が決まってしまっていたのでちょっと嫌だなって思ってたんですが、ここは勝てました。
うん、やっぱ酋長とかその辺が欲しいんですが、作れないんですね。まあ、流装かなって思って、神秘の杖作ろうかなって思ってます。ここはインセクトに変わっていて、これ負けんのかなって思ったら全然負けましたね。で、ロストガーディアンが来たので、ロストガーディアン重ねたくなって持っときました。で、レベル10に行ってから回します。ディバインメージとかが多かったので、まあ、嵐のシャーマンと先制術師を入れて対策しようかなみたいなことを考えています。もう相手がシャーマン4を出していたので、いろんなコマが変わってしまっていますね。で、ここで10レベルに上げちゃって、ちょっと回してます。で、占い師を重ねました。このインセクトにちょっと勝てなくてめちゃくちゃ焦ってますね。で、ここからちょっとウォロ4考えていて、一度ウィザードとウォーロック3つでウォーロック4を出していますね。結構ウォーロックシナジーが好きなので、デーモンとか、あとビーストデーモンとかやるときはかなりウォーロックつけたいなみたいなこと考えながらやってます。で、呪術医は、まあ、別に星3にしなくていいと思ってるので、特に取らなくていいかなっていう感じです。今はあと非常に卵が欲しいです。卵かロストガーディアン3体目がめちゃくちゃ欲しいです。で、なんかアイテムなんかあんま恵まれなくて、なんかもうちょっと近接系のアイテムが欲しかったんですけど、このグレーシャーデーモンってどちらかというと裏切りよりもロストガーディアンとか終焉がエースに私はしたいので、まあ、スピリットランス作れれば、まあ、裏切りのデーモンハンターがちょっと強くなるんですけど、まあ、どちらかというと近接系アイテムがめちゃくちゃ欲しいですね。なので裏切りのデーモンハンターはちょっと星3はもう諦めてます。もっと序盤に裏切りのデーモンハンターがめちゃくちゃ集まってるとかだったら8レベルにとどまって回してもよかったかなと思うんですが、これくらいの集まりだったらもう諦めて、もう4ゴールド5ゴールドコマを重ねに行った方がいいと思います。まあ、最終的に多分シャーマン出されちゃうので、そうなったらやっぱり 5ゴールドコマの重なりとか重要になるので、やっぱレベル上げ先行してしまいましたね。で、卵はすかさずロストガーディアンです。で、このターンでアイテム移しもしたかったんですが、ちょっと間に合わなかったので一旦終焉にアイテムは寄せています。で、次のターンからロストガーディアンにアイテムが集まります。マナ系アイテムは裏切りのデーモンハンターに残していますね。で、パルスだけ、闇のスピリットに渡します。いや、インセクトきついですね。40ラウンドまで来てしまったので、まあ、どうにかインセクト誰か落としてくれないかなみたいなこと考えてやってました。多分明治とかには勝てると思ってたので、インセクトとシャーマンが怖いなみたいな感じですね。で、本当になんかアイテムが全然でした。これもっと怒りの斧作れてたり、シャドウブレード2本あったりすると全然火力変わるんですけど、これが今回縁がなくて
まあ、ほぼほぼビースト裏切りとかやったら結構強そうなアイテムなんですけど、今回は全然ですね、近接アイテムマジで欲しいみたいな感じでしたが、まあ、この時は結構明治とか、まあ、そのマナ系アイテムで、ここで初めて作れるんですね、シャドウブレード。周りが結構マナ系の構成をやってる人が多かったので、どうしても合計アイテムが落ちてこないという話ですね。マスガはもう4体目からいらないので売っちゃいました。やっぱりインセクトがめちゃくちゃきついです。カメノリの長老星さんのテロップが来てましたね今でロストガーディアンが星2になったので、テレポートしてくるアルケミストを迎え撃って、ここは勝ちました。で最後シャーマンになるので、終焉を2個入れるかなって思ったんですけど、結構集まってて星3になりましたね終焉星3になりました。なので終焉星3 VS 亀乗りの長老星3っていう構図なんですが、ダメですね。でここで年中が来たので、急いでマリン準備してますね。アルケミストとかはもう売ってしまって、マリンが出ないときはシャーマンに出すか、先制術師か嵐のシャーマン重ねて出すかなみたいな考えてました。回しすぎると次のターンのお金がなくなるので、でとりあえず回してマリーンですね。ラシャでマリーンが出るので、とりあえずマリーン4出したんですが、これもうなんかデーモンの固定ダメージそんなにいらないので最後はちょっと準備が間に合わなくて負けちゃったんですけど、まあ最後の方はもうデーモン構成としてはちょっと悔しいんですけど、もし勝つとしたらもうマリーンを全部重ねて、あと嵐のシャーマンとか先制術師とか入れちゃった方が良かったかもしれないんですが、でも結構相手の構成も完成してたので、それでも勝てるかちょっと分かんなかったですね。今回はあとグレーシャーデーモン久しぶりにできて面白かった試合なので、結構ズルしてるんですけど、またなんかグレーシャーデーモンできないかなーって、まあ、なんかそういう環境にならないかなーみたいなことを考えながら普段やってます。ではまた遊んでいきたいと思います。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。